で、質問箱をやめた分さ、フィッシュインとかインクスレベルのメールとかね、メッセージ欄にね、質問が来るんですよ。ねえ、まあ、ほったらかしにもできないので、その中から、まあ、ちょっとピックアップしてね、この休憩がてらに まだ今からこれ終わった後、ライブ終わった後、仕事するんだけど、ちょっとまあ、休憩がてらに、ウェブ質問箱という形でね、ちょっとやっとこうかと思います。なので今日は、まあ、皆さんのチャットでの質問次第でもあるんですけど、メッセージでいただいた質問を中心に、ちょっとね、展開していきます。はい。でね、今日いただいた質問、お題、これは何かというと、アジ、メバルのが、捕食するときに、吸い込んでるのか、噛んでるのかというようなね。で、この質問者の方はね、どなたか、釣り YouTuber の方で、アジは、ワームなりのルアーをね、吸い込んではいないと。で、よくそのメーカーやプロが、アジの吸い込みバイトに対して吸い込ませるための工夫、例えば、ジグヘッドをちっちゃくする、軽くする。で、フォールスピードを遅くする。あるいは、ワームを細くする。ワームを柔らかくする。つまり、吸い込みバイトに対応させるためにいろんな手法をとってるけど、それは物理的に間違いだとおっしゃってる。で、それなりの、再生回数を持ってる YouTuber の方がね、そういうことを言われてるんだけど、レオンさんどう思いますかというご質問なんですよ。まあ、つまり、吸い込んでないと。噛んでると。ちょっとね、僕、その方のリンク貼ってなかったので、どの方のことかわかんないので見れてません。ただ、その質問者の方曰く、その YouTuber の方は、アジは吸い込まないと噛んでると言ってると。で、吸い込ませるために、なんだかんだっていう工夫は、どうにもその整合性が取れないと。ね、物理的に、なんだろうな、エビデンスに不足してるというのかな。麻尺に合ってないみたいなね、ことを言われるんだけど、レオンさんどう思いますかって話ですよ。はい。なるほど。まあ、僕もね、釣り歴だから長いので、もう50年でやってますから、いろんな魚を釣るときに、どういう捕食体制にあるのか、餌の食べ方、口の構造、顎の構造、それから性質、性格でどう違うのか。これは当然考えるよね、釣り人だから。当たり前に。ね、僕こんな質問を受けるとね、ちょっと極例から説明したくなる癖があるんだけど、例えば石鯛とか石垣鯛って、で、ウニバリバリ噛み合ってから食べるんだよ。トゲ一本ずつへし折ってってさ。で、丸裸にしといてから、なんだろう、フグなんかとか、ベラ系ね、ブダイとかさ、イシダイとかに共通なすんげえ前歯してるよね。あれでガシガシかじって、硬いものに穴開けて食べたりするじゃない。で、そこまでいかなくったって、チヌだって、その壁際についてる貝をね、ちっちゃい貝を、バリバリ噛み割って食べるよね。ね。で、こういう魚は基本的に吸い込みバイトをしやすい口にはなってないよ、構造的にね。というイメージはあるよね。じゃあ、吸い込みバイトをする魚ってどうなんだっつったら、まあ、バスなんかさ、映像がいくつも上がってるよね。水面に浮かんでるペンシルを。バホーって、あれ噛んでないよね。ガホーってなってるよね。ガホーって。シーバスもそうだよね。もうわかりやすいよね、すごくね。じゃあ、この方の質問と、その YouTuber さんが言われてるアジはどうなんだと。その方は、見てないよ。僕見てないから責任取りませんよ、そこは。その方は、決してアジは吸い込んでないと噛みついてるとおっしゃってると。言われるんです。質問者の方がね。だからまあ、その YouTuber の方がどういう内容でどういうふうな説明をなさってるかね、物事ってちょっとした文章でもその文脈をちゃんと読まないと、
その方が本当に言いたいことっていうのはね、なかなか伝わるもんじゃないので、その YouTuber さんのご意見が正しいか正しくないかは、今の僕が判断できる状態にありません。だって見てないんだもん。だから、シンプルにしましょう、今日の話をね。ラジオは吸い込むのか、吸い込まないのか。そういう書かれてたのが、エラの構造とか顎の構造が吸い込むようにできてないんだと、味はね。というふうに、その方がおっしゃってるんだけど、レオさんどう思いますかということなので、早速ね、ちょっと調べてきました。調べました。いや、僕は吸い込むと思ってるんですよ。ちょっと映像を見てもらうんですけど、その前に、アジをさ、いけすで生かしてるじゃない、寿司屋さんとか行くと。で、僕は、馴染みの寿司屋があって、そこをもうね、アジを泳がせてて、大将魚釣りも好きだから、ちょいちょい餌やってたんで、上からプチッと、アジスーッと来て、スポッと吸い込んでんだよ。ね、それ何回も見てるし、僕は。あと面白かったのがね、エギングの重鎮、茂見範広氏と、茂見さんとね、遊んでる時に、僕がアジングを世の中にこう、紹介したばかりの頃ですよ。17、18年前とか、20年前とか、それぐらいかな。茂見さんがね、レオンさん、アジってサーフにもよくいるんだよって。そうなの？と、もう全く砂地のとこにね、アジいてねって。で、泳いで潜って観察してたら、砂地で何食ってんだこいつらと思ったら、多分砂浜によくいる横エビとかね、あの類だろうと思うけど、完全に下向いて、で、スワッと吸うんだって。スワッて吸うと、サーフで砂地だからさ、砂ごと吸い込んじゃうんだよね。横エビだろうが、まあ、ゴカイ系だろうが、ちっちゃなカニだろうが、なんだっていいよ。スパッと吸い込まないと、その一匹だけの餌見つけて、カプッと噛むわけじゃないって言ってたね、茂みの理論も。スパッと吸い込んで、こっからがすごいね。吸い込んでね、砂だけ吐き出すらしい。餌は口の中に残して。器用だよったね。ええー、しげみさんマジ？って本当？っつったら、おお、まあ俺も、おおと思って何回も見たんやけどな、ジョボーっと吸った後、砂だけプッと吐きよんねん、みたいな。で、確かにあそこ、なんかエビみたいなカニみたいなのいたけど、スパッと吸い込んで、プッと出てくるのは砂だけで、そのエビとかカニは出てこないんだっていうのよ。まあそんなのもイメージにあるし、僕自身が実際アイジングしてて、あ、吸われてるな、とか、吸わせて、かけに行ったって意識は、そういうタイミングではね、例えば、プランクトン食べてる時とか、そこ餌でね、何かちっちゃいもの食ってる時は吸い込んでる感じがするし、タモ類ね、ニョキニョキ、ふにょふにょと出てるゴカイなんかは、くわえてこう引っ張ってそのままパクパクと吸い込むか、キュンって放り投げといて、それを食う、水中にこう出しといてスポッと吸い込むか、みたいな、イメージですね。まあ僕わざわざね、そのアジの捕食がどうなってるのか見るのに、水の中にまで潜って撮影したりとかさ、水槽に入れて飼ってさ、観察するとこまではね、僕やらないです。基本やらないです。それよりも僕は丘から、リグを投げて、ルアーを投げて、そこで得られる手応えとかね、いろんな情報から多分こうであろうなって想像するのが好きなので、あまりそういうその綿密な観察はするタイプのアングラーじゃありません。ということでね、今のは茂みの理想さんの例で説明しましたけど、短く編集してますけど、そもそもスローモーションの動画を前半、で、さらにスローモーションにして、アップにした編集をね、ちょっと施してますのでね、ちょっとこれ皆さん見てください。シュー、スポッ。吸い込んでるよね。アップです。で、露出を変えて見やすくしました。スポッ。噛んでない。明らかに吸い込んでるよね。いや、確かにさ、
ブラックバスとか、その他の本当にか、あの、エラーがばーっと開いて、大量の水をごぼーっと吸い込んで、その水が入る勢いと一緒に小魚までズボッと吸い込むっていうね、中型大型魚はさておき、アジはすごいミニマムな、水の量だろうし、確かにそのユーチューバーさんが言われるように、大量の水をガーッとこう口の中に入れるような、顎とかさ、エラとかさ、その他の、構造にはなってはないと思うんだけど、で、何 cc とかわずか何十 cc も吸うのかな。まあ、このアジの大きさにもよるんだけどさ、わかんないけどさ、こうちっちゃいプランクトン食ってるから、ちっちゃい味なんだろうと思うよね、10センチくらいの。でも、噛んじゃいないよね。明らかに吸い込んでるよね。もう一回見てみましょう。ヒュー、スポッ。見事に吸い込んでますよ。露出を変えて、拡大して。なんだろうね、これ。カニ一回エビの幼魚みたい。ズボ。はい。見事に吸い込んでおります。ということで、レオンさんどう思いますかじゃない。僕がどう思うかじゃない。もう、一目瞭然。程度の問題はあると思うよ。程度の問題はあると思うけど、今の映像を見る限り、どう見たって噛みついてはいないよね。口開けてるとこへヒュって餌入っていってる。噛みつくってこう餌だったらガツッと噛みつくわけじゃん。ということでね、こっからはアジどうこうじゃなくて、魚全般の話に、僕なりの、いつもどういう認識を持って、そういう捕食体制のことを考えてるかのね、一つのね、例を、一つ二つ三つ四つぐらいの例をね、あげます。はい。一つじゃないのよ、形は。アジだろうが、メバルだろうが。例えばさ、今、アジ君は、もう、自分の口の大きさに対して、この指先ぐらいしかないものを食べるから、ズボッと吸いたいよね。ところが、この口に対して、こんな大きな餌だったらどうする？皆さん。この僕の3本の指がアジの口だとしてごらん。これどうするか。こんな口でさ、こいつをバッ、今みたいにスポッと吸い込めるかって言ったら絶対吸い込めないよね。で、吸い込めないし、これ大きいし、体力あるし、多分小魚だろうからスピードもあるし、そんなことしたらボーンって逃げられちゃうよね。じゃあ逃げられたないためにどうするかって言ったら噛みつくよね。噛みついて顎の力ぐっと入れて逃げられないようにするよね。だから、ハタ類なんかはもう牙がついてるじゃん。ね、もうタチウオなんか冴えたるもんじゃない。タチウオの牙はね、またちょっと違う目的なんだけど、噛みついたものに逃げられないようにするための歯と、相手を傷つけないようにするための歯があるね。タチウオが後者です。まあ、話をアジとかメバルに戻しましょう。アジもメバルもね、僕たちが噛みつかれて血が出るような歯は持ってません。アジもメバルもちょっとザラザラな歯がついてる。それでもまあ小魚をこうガブッと噛んだら、それなりのこう、ね、摩擦があるからロックで、できますよね。では、これを噛んどいて、バフッと吸い込めるか。吸い込めないよね。で、人間だったらさ、食べやすいのこう向き変えて、こうやって食べるけど、こうやって噛みついたものを、魚はね、さて、どうやって飲み込むんでしょうってことですよ。どうやって飲み込むんだと、こいつ。で、水ごと一緒に吸い込むか、でもそんな、ガバッと水をたくさん餌と一緒に吸い込めるほどの個々の機能、能力を持ってない魚は、じゃあ、こいつをどうやって飲み込むかって言ったらね、水圧利用するんですよ、水圧を。これも魚種によって程度の問題はあるよ。じゃあ、一番わかりやすい例。これだね。タチウオなんですよ。皆さん、タチウオの体を思い出して、タチウオの形を思い出して、タチウオを正面から見たときに、どんなフォルム？こういうフォルムでしょ。こういうフォルムだよね。横から見たら、こういう口だよね。
で、牙ついてるよね。縦から見たらこうだよね。薄いんだよね。この太刀魚が、ガバッとエラ開いて、水ごと餌吸い込めるかって言ったら無理だよね。どう考えたって無理でしょ。あれ、ほら、例えば、皆さんも見たことあるかな？あんこ、べっちゃんこの、口がくーんで広いあんこが、ここで、釣り竿に先っぽに玉みたいなのつけて、プル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 させて、そこへ小魚が寄ってきたら、バーンって吸い込むじゃない。あれすっごいよ。20センチぐらいも距離があるのに、ガバーってドフーンって一発で吸い込むよね。あんこを捕食で映像でね、YouTube で見て、絶対出てくるから。ぐわぶわ。これはもうそういうふうにできてんだよね。大量の水を一発で吸い込んで、餌ごと吸い込めるように。でも、タチウオこれだよ。絶対吸えないんだよ。だから、タチウオは、ここに、すんごい、ナイフのような牙を持ってて、で、吸い込めないってことは、噛みついても餌逃げやすい。で、これ一説によると、タチウオはあのナイフのような刃物のような歯で、ツカーン、パーン、パシーっつってね、傷つけるの。で、わーって逃げるけど、パンパンやられてるうちに、傷だらけになって、血だらけになって、これが失血して動けなくなるのを、ずーっとついていって、ね、プスッと刺した後にさ、弱って走って逃げれなくなるまで追っかける。そんな狩りの仕方するのよ、タチウオは。で、動かなくなったらパクッと加える。パクッとね、加えます、タチウオが。でもこれ飲み込めないんだよ、タチウオは。アンコウとかさ、シーバスとかブラックバスのようにガボッと水を吸い込む口の構造を持ってないから。加えるしかない。じゃあ、こう、タチウオ君どうやってこれ飲むのったら、これを加えてズンズク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 走るのよ。そしたら前に水があるか水圧かかるじゃない。これで飲み込もうとする。ところが、浅いところ水平に行っただけじゃなかなか水圧がかかりにくいとき、タチウオ何するかしたら、深く潜るんですよ。じゃあ、加えたまま。アジを加えたままブワーッと潜っていくの。うわーっと加速するの。加速したときに、水深が深くなると水圧って高くなるよね。つまりこれを口の中に押し込む力が浅いところより深いところがより強く働くよね。それを本能で知ってるから、タチウオは小アジを加えてビューッと潜って、ふわーっと加速して、これを口の中へズボッと水圧を利用して口の中に入れちゃうんだよ。すごいよね。だから、それぞれやっぱり自分の得手不得手、体の構造に、見合った形でどうすれば効率よく餌が捕まえられて、効率よく胃袋に収めることができるかは、それぞれの魚種がそれぞれ工夫をして、ね、進化の過程で、吸い込む方向を選んだ、寝魚系もいれば、噛みつき系の寝魚もいれば、タチウオみたいに、ずーっとこう、あれだよね。アマモジャングル。潜ったことある人がわかると思うけど、アマモってそりゃシュルンとしてるじゃん、ネギみたいに。あれがジャングルみたいにバーッと立ってんの。タチウオってあれそっくりなんだよ。水の中で群れ見たら、ゆらゆらしてる。で、アマモの林立してる場所に見えちゃう、小魚から見たら。で、その上を通るわけ、小魚。そしたら、アマモだったはずの、こう、ゆらゆら立ってゆらゆらしてるのが、タチウオだから、スポーンと食われちゃうの。で、こうやってバタバタ暴れて、タチウオ、ほら、さっきみたいに、いくら歯が鋭くても、そうね、例えば、オオモンハタとか赤ハタのように、食われた魚に逃げられないようにするには、体の幅が狭すぎて、逃げられちゃうんだよ。それを前提の牙なんだやつ。で、鋭すぎて体が切れて逃げちゃうね。魚力強いでしょ。皆さん、ほら、ワニグリップでアジ挟んだことあるからわかるでしょ。ポーン
あと振り落とかれるじゃない。僕らのこの握力ってタチウオの数倍強いはずだよ。タチウオの顎のさ、プレッシャーの数倍強いよ、僕たち人間の。これでワニグリップでガツン挟んでんのに、ブーンって振りほどかれるじゃん。メバルだってバス持ちしたら、ちょっとでかい25センチ超えて30センチくらいのメバルだったら、ここ振りほどかれちゃうよね。だからタチウオも、アジポコーン噛んだはいいけど、逃げられるの。逃げられるけど、タチウオの歯はそれを前提に、スパーッと切れて、血管をたくさん痛めつけて、血を流させて弱らせるような作戦が遂行できる刃物になって。で、弱ったら加える。ところが飲み込めない。手がないし、エラでズボーッと吸えないし、だどうするの？水圧かけて。うわ。ルアーしかやったことない人にはね、わかんないかもしれないけど、僕たちは、ほら、餌釣りでやってたから。まずサビキでね、こんくらいの小アジを釣っといてね。で、ブクブクで生かしといてさ。で、タックル用意します。仕掛け作りました。仕掛けの先には、飲ませ針みたいな。ね。二股の血ぬばりみたいなのがあって。それを、アジの、背中と尻尾のとこにこうかけて、で、電気浮きつけて、ポーイって放る。で、ポチャンと落ちる。で、アジはここ新管も何にもない。ね、ここの首の上と尻尾のところに針がついてるだけだから泳げるわけ。ポイ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 泳げます。で、アジの力じゃ浮きは立たないから、まあ立つ浮きもあるし、立たない浮きもあるんだけど、浮きがこうアジに引っ張られてヨヨ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 ヨッとこういく感じで、ね、で、タチウオが見つけて食いついてくれるのをこう待つ釣りなのね。そういう泳がせ釣りはね、電気浮きの泳がせ釣りで、投げといたら、このアジでピコ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 してるような、こんくらいの電気浮きが突然スーッと横に動き出すの。お、タチウオ食われたぞって。スーッスーッと行くの。よーし、タチウオ食われた。これアジの動きがないやーってんで、そこで、ビギナーは、えいやーっと合わせると全部かかんないのよ。うん、噛んでるだけなの。こうやってるだけで。こんな感じでタチウオが味こえてピューと言ってるから、電気キシューって。で、この状態でパーッと合わせても、さっき言ったように、この細い鋭い歯だからプツーンと切れてね、飲み込んでないから針はここで遊んでる状態の、こう細い牙でこう噛んでるだけだから、針はこことここについてんだ。そんなねえ、だいたい。昔の仕掛けは。だからこれでポンと合わせたら、すっぽ抜けちゃうっていうか、牙は立ってんだけど、スパッと切れちゃうんだよ。で、この釣りのコツっていうのは、くわえてるだけのタチウオがずんずくずくずくずんずくずくずく電気浮き持ってきます。で、そのうちで、電気浮きが水面からツポッと入るんだよ。ギュッと。で、水の中に浸かった状態で、こう、青なり赤なりの電球がピッコピッコしてるのね。で、まだだね。まだ合わせちゃだね。ベテランはいつ合わせるかって言ったら、この電球がスーッと沈んで、見えなくなる頃にヒューッとこうね、加速するのよね。そう。この時がタチウオが餌のアジをこうやって飲み込もうとして、うわーっと、シューッと加速して、お、水圧で、餌の小アジが口の中へ入った頃だと、よいしょ、どしって乗るというね。こういう釣り方を、僕たちは若い頃にさ、やってたから、後年ね、僕なんかがまだ世の中でアジングって全然呼ばれてない頃、僕が渓流用のグラスロッドに、クローズドフェイスのね、リールをつけたもので、海でワームなり、スピナーなり、スプーンなりを投げたら何が起こるかなーっつって、実験的な試みを始めたのがね、45年くらい前ですよ。で、当然、ジグエデルワームでやれば、あるいは、あの当時はね、ちっちゃいメタルジグがなかったからね、スピナーでつ、アジはスピナーで釣れたか
かな？スプーンじゃなかったよな。メバルがスプーンでね、アジが小型スピナーだったと思う。で、あとその当時から売ってたバケ。まあ、日本製のワームだよね。ちっちゃいエビの形をしたね。これを、メバル針につけて、ダウンショットとか、いわゆる胴突き仕掛けね。ルアー風に言うとダウンショットだけど、あれは胴突き仕掛け。胴突き仕掛けで、ワームでアジを釣ったりしてました。まあ、そういう、ね、歴史的な経験から言ってもね、話をここで一つ整理すると、じゃあアジは噛みつきバイトなのか吸い込みバイトなのかっつったら、どっちもありですよ、そんなもん。吸い込む時もあれば噛みついて。アジが噛みついて逃げられるほどの体力のある相手じゃない場合。でも吸い込めないから何するかって言ったら、やっぱ薄いやつを少し利用してんだと思うよ、僕は。メバルもアジも。メバルは多少パフッとこう、くわえてもう一回ズボッ、くわえといてズボッみたいなことも多分メバルできるんじゃないかなと。で、アジもほら、なんだろう、マッカレルと、ホースマッカレルだから。なんか英語でそういう表現があるんだよね、アジって。こう、馬の口みたいにこう、アジって伸びるじゃん、ボーって。あんな構造なので、そのエラが水を吸うようにできてなくても、多分ホースのような構造で多少は加えた状態からズボッと吸、ボワッて、ズボッと吸えるかもしれないし、それで吸えないくらい、餌が小魚で大きい時はね、やっぱ水圧利用するんだと思うよ。これは推理、推定、確証があって言ってんじゃないけど、タチウオのケースで考えたってさ、そりゃ、誰だってそうじゃん、人間だって。大きなものを加えたら、手で押し込むなり何なりのこう力借りるじゃない。箸じゃ無理だな、っつったらもうガオーって詰め込むじゃん。なも一律であるわけがないのよ、捕食の仕方がね。だからこの質問者の方に対するお答えは、どっちだっていいじゃん、どっちもありよ、です。吸い込まないこともないし、ね、いつも吸い込んでるわけじゃないし、噛む時もあるし、っていうのがね、僕はアジメバルのね、捕食のあり方じゃないかなと思ってます。はい。なとこでいいかな。まあ、ツイッターの質問箱はひとまずね、結構大変なんで、閉じましたけど、今後質問のある方は何でもいいです。YouTube から質問してもらってもいいですし、ね、メーカーホームページに書いてある、メッセージ欄からでもいいです。ちょいちょいお寄せください。その中で、あ、これは、このウェブ質問箱、YouTube で、テーマにさせていただきたいなぁと思うものだけ、ごめんなさいね。全部は全部できませんから。だけ、ピックアップして、こういう形でね、返事させていただきますので。まあ、取り上げられそうなネタをよろしくお願いします。はい。ということで、チャットの方ね、チャットの方を見ましょう。ん？これ気になる？これ気になる？ダブルでいけちゃう。四 つ目。質問。お、ちょっとピンポンが来ちゃった、ピンポンが。ちょっと失礼します。注文してたワインが届いた。皆さんにチャットの猶予を与えるために、この届いたやつをネタにちょっと喋ります。もうね、なかなか買い物行ったりする暇がないので、もまあ散々ね、あれやこれや試した結果、価格的に味的に、もう自分がこれで定番でいいやっていうのを見つけたら、コーヒーもワインもね、全部そのメーカー直送のね、ネットで買うんですよ、僕は最近。例えば、コーヒーはね、加藤コーヒーさんところの、もう豆で買って、
ゴリゴリやってたりしてたんだけども、そんな時間も最近欲しくって。もう、中挽きで挽いたやつを送ってもらってます、最近は。ルビーアロマというブレンドと、こっちはブルーマウンテン。これを毎回3パックずつ頼んでて。で、ワインはね、ドラセさんという、ウェブショップさんから。これ最近っていうか、これどれくらいかな？ 1 年以上になるか、2年近くなるかな？アマローネ、デラ、バルポリッチェ、ラ、バルポリッチェラ。イタリアンワインです。これがすっごい気に入ってね。アマローネはね、ちょっと独特なんだけど、ブドウを少し陰干しした状態から、ぐちぐち踏んで発酵させてっていうね。少しコクのある感じのワインで、これが僕すごい気に入って、このアマローネ、デラ、バルポリッツェラで気になるワイン好きの人はね、検索してみてください。これ、アマローネはね、基本的に高いんだよ、みんなワインが。1本6000とか8000とかするんだけど、これがね、なんとこの銘柄だけ、アマローネブランドを日本で広めるためなのか、何なのかよくわかんないけど、これね、60%オフぐらいになってて、このいいワインがね、2800円なのよ。2800円。まあ、家飲みワインとしちゃ、いい方だよね。2800円。ちょっと高いよね。だいたい1000円とか1500円ぐらいの方を家飲みで飲まれる方がね、食事だけにほぼ毎日飲むよからね、ワイン好きな人は。こんな高いものは毎晩飲めないので。でもこれ2800円は僕ギリギリだなと。自分の中でね。これだったら食事のたびに飲んでもいいや。僕しか飲まないんで。で、そこそこのね、6000円、8000円級のワインが2800円で飲めるっていうんで、これがいつこの、イベントかフェアか知らないけど、これが終わるまではこればっか飲もうと思って、今の箱がね、4本入りなんです。こればっか飲んでます。よいしょ。ちょっとチャットの方、せっかくですからね。多少いくつかお話をして。ゆうたのさん、水族館行けばアジが餌吸い込んでるとこ見れますよ。見れるよね。吸い込んでるよね。だからその僕見たわけじゃないかわかんないけど、どういう表現なさったのかね、その YouTuber の方。よくわかりませんけど。カッパスレイヤーさん、塾長お疲れ様です。魚って捕食とか分割するために噛みつくことあっても咀嚼しないですよね。咀嚼っていうのは穀物を食べる動物、あるいは草木、葉っぱを食べる、動物は咀嚼しますよね。だから牛歯ってそのためにあるわけで、つまり、哺乳類で言うと、まあ、爬虫類でもそうなんだけど、草食系の動物は、咀嚼ってのやりますけど、それ以外はだいたい丸飲みだよね。例えば蛇とかね。丸飲み。胃液で全部溶かしちゃうと。すんごいよね。だから、魚、魚類で咀嚼するやつっていないんじゃないかな。基本丸飲みですよ。旅する釣り人さん、理論だけで自然のことは理解できないですよね。自然は偉大で、だからこそ釣りは面白い。これね。本当にね、僕もね、若い頃って言ったって、15年ぐらい前までかな。分かったような口聞いてね、物理理論みたいなもんね、その釣りの場面、それがリグであったり、魚の習性であったり、ルアーの特徴であったりを、できるだけ物理的な背景を持った説明の仕方で伝えなきゃならないって思い込んでたのね。この場面ではこうだよ、ああだよ。で、言い切らないと説得力ってないじゃない。だと思いますよ、とか、多分、とか、きっ
とそうでしょうとか。ではね、やっぱ僕らのような立場に立つ人間は、それじゃ言葉が弱すぎるので、完全な物理的な科学的な裏付けがなくても、やっぱり結果を出さなきゃならないんですよ。僕も結果を出さなきゃいけない。ご覧になる皆さんも結果を出したい。となると、門切り口調というかね、言い切ってしまう必然性、必要だって、必然性に近いのかな。まあ、あるんですよ。だからそれをね、物理的な文言を使って、物理的なことを背景に、絶対こうですって言っちゃうといけないね。これね、僕もこの業界でこの立場に立つようになってね、気をつけるようになったことの一番大きなところかな。いやいや、そんなことないよ。賀来さん結構言い切ってるよ。と、さっきも言ったよね。言い切らないと、結果として、無意味になっちゃうことは、言い切らないとダメだから、言い切っちゃいます。そうじゃなくて、科学的論拠があるかないかの話の部分については、言い切る、言い切らないじゃなくて、僕は言わなくなった。どれぐらいかな。ここ7年、特にこの5年は、言わなくなった。これこう、こうだからこうなってます。いや、見てないからわかんない。みんな。感覚で言ってるんだよ。プロでも。全員とは言わないよ。中には本当水槽実験からなんからしてビシッてやってる人もいる。ね。で、水槽で飼って、毎日観察してこうだっていう人もいる。だけどね、もっと厳密なことを言うと、命ってね、甘くないですよ。水槽で飼っちゃうと、ペットと一緒だから。もう、怖くもなんともないね。毎日決まった時間に餌が来るのよ、こうやって。食べに来るの、平気で。それをね、その自然の海で、ルアーに食ってくる魚と一緒くたにはできないよね。仲良くなっちゃうんでね、いつも身近にいたら。その話別。だから、それで魚の習性が分かったつもりでいたら、おお、間違いだと思うの。本当。だから、どんどん言わなくなったよね、僕は。いや、それもあるよ、これもあるよって、当然だよって。で、理論解明なんかできないよ、そんなもん。できないって。で、理論は分かりました。理論通り実践しました。でも答え出ないじゃん。そりゃそうだ、相手に。生物だよ。命だ。命にね、パターンなんかねえっつうの。千差万別って言うじゃん。十人十色どころじゃない。千差万別。奥差奥別。長差長別。だと僕は思ってます。だから、あまりそういうことでね、なかなか、決まりきったような言い方をするのは間違いだっていうね、近年思ってます。カッパスレイヤーさん、太刀を苦労してんな。その代わりに一回騎馬さえ立てれば、あと簡単なんだから、ついていけばいいんだもん。EX さん、老眼届きました。ダブルでかけて使ってます。使い勝手いいです。買いましたか。これってほんと便利だよね。これさ、フィッシュインのページで見たけど、どんなもんかよくわからないっていう人にね、改めて見せときます。これ磁石。このマグネットが便利な。で、こういうフォルムなんだよね、フレームが。で、顔の大きさ、頭の大きさがあるので、ここが長さ変わるようになってんだよ。この辺もなかなか素晴らしいよね、アイディアがね。で、こうやって、ここへ。ね。だから何って思う人もいるかもしれないけど、僕が老眼になって、釣り場に老眼鏡を持っていくのに、本当にね、もっと手軽に便利になんとかならんもんかいなってね、いろいろやったよ。で、僕は、もう、20年ぐらい前から、タレックスさん、ね、ザ・レンズ・タレックスのタレックスさんに、ずっとサポートいただいてるんですけど、タレックスさんなんかとね、話をしてて、老眼になり始めた頃から、タレックスのレンズ、プラス、
老眼矯正を入れても、つまり銅を入れるわけね。でも前、近くは見えるけど遠く見えないじゃない。何をしたかというと、最初は遠近両用にしたのよ。遠近両用。タレックスのレンズに、プラス、遠近両用のレンズを入れる仕組み。ね。で、遠近両用の老眼鏡って、下に老眼小玉がついてて、上は遠くが見えるように度が入ってなかったり、乱視の矯正の度だけが入ってたりするわけ。わかりますね。ここの下の部分。だから、遠近両用メガネって言ったら、こっから上は普通のレンズ。こっから下のこの薄い部分に手元用が入ってるから、こうやって見るわけ。で、便利なんだよね、リグるとき。リグるときは便利で、正面向いたときはちゃんと遠く見えるから、便利。ところがね、釣り場って甘くないよね。こうやってこうやるときはいいよ。歩くときに怖いんだわ。これ、遠近両用で、下に老眼小玉が入ってるやつって、歩くときにね、ここの手元、動画邪魔になって足元が見えなくなるの、ぼやーって。これはいかんって言ったときにね、タレックスさんがね、面白いことしたのよ。逆転の発想で老眼小玉をこの上に入れたの。半円状に、半円状にこの上だけ老眼小玉を入れて、ちょっと、普段はアップライトにかけるわけ、こう。上にかけて。で、この作業をするときは、ちょっと顔をこうしないといけないけど、これをずらして、この上のレンズでこうやって見るように。鼻メガネにして、ここのレンズを目の正面に持ってきて、こうやってリグリをできるように。で、リグリが済んだら戻して。そうすると、正面も見えれば足元も見えるというね、のを、タレックスさん作られましたが、もう作ってないかもしれない。あのね、僕も2本ぐらい作ってもらったんですけど、結局、一つのメガネで老眼小玉を入れたりする遠近両用って、やっぱね、なんだかんだ使いにくいのよ。そっからね、老眼鏡行脚が始まった。もう、とかここら辺にもう使わずに突っ込んであるんだけど、アメリカ製のね、鼻メガネっていうのがね、この、ツルがないやつ。こう軽く作ってあって、ここがこう、キュンキュンなるようになってて、ここだけを鼻に引っ掛けて、ツルがないやつ。ところがね、これも、この微量が低い日本人は落ちちゃうんだよ、ポロって。あれは、キューってこう、とんがった鼻の西洋人にしか向かないってのが分かったし、あと、折りたたみの老眼鏡をここのポケットに入れて、こう出してやるっていうのもいくつか買ったし、まあ、もうこれ以上言うとキリがないんだけども、散々、本当にいろんなもの買ったんだけど、なくす。なくす。外して、ケースにしまうとか、ポーチに入れるとか、胸ポケットに入れるとか、もうね、結局全部なくす。あとね、老眼の人はよくわかると思う。家でも、3箇所、4箇所に、100均の老眼鏡をいくつも置いとくぐらい、あのね、老眼鏡ってここの時だけいるのよ。もう人と話す時は、こうやらないと見えないんだよ。辛いの、これが。だから、こう使ったら置くんだよね。置いたらもう、俺も駅のトイレに何個置き忘れたか、みたいな経験をね、していくと、これ便利。だからよくほら、お金持ちのおばちゃまが、ここをこう、キラキラした紐でこうぶら下げてるじゃん。結局ああなっちゃうのよ。で、俺もさ、スポーツメーカーが出してる、なかったかな？サングラス用の、この首掛けるチューブ。なんかも何種類も買った。けどね、あれもね、こう、かがんだ時にブラーンと前出たりしてね、あれはね、釣り場ではね、ものすごく使いにくいんだよ。ところが、これ見てさっきから。動かないんだよ、これ。これ。すごくない？これ紐のやつだったらもうこんなんなんだよ。ブラーン、ブラーン、ブラーン。で、前かがんだらパッコンパッコンになるけど。これはね、これが優秀なのよ。これ。これすごいって。
本当に、これ超便利。で、まあ、色もね、10色ぐらいあってね、選べるし、まあ、とにかくこの、うまいこと考えたね。これでパッコンパッコンブランブランしないんだよ。で、すんごい軽いからさ、つけてるの忘れるぐらいなんだよね。で、実はこれ、俺が見つけたんじゃないんだよね。小川健がしてたんだよ、お正月に。お正月に小川健太郎と、四国のフィンチの藤田元気君のところに、ね、遊び行った時に、小川健が、なんか物見るときにパコッと出してやってるから、健太郎君、それ何？って言ったら、あ、これ老眼鏡っすよ。こうやって、これ便利なんだ、つわーって言って。ほんで、お、いいね、それって帰って調べて、すぐ取り寄せて、3本ぐらいこうタイプの違うやつ取り寄せて。ところがね、レンズは、もう1、1.5、2、2.5、3、3.5度が固定にされてるし、僕は老眼プラス、乱視も入ってるし、そもそも安いプラスチックレンズの透明度が嫌で、メガネ屋さんに、行きつけのメガネ屋さんに行って、ちゃんとしたニコンのガラスのレンズで、乱視の補正と、老眼の補正と。で、老眼も、今僕はパソコンに、カメラに向かってますから、このパソコン距離、これね。これ室内用で、僕も最近ちょっと明るい光線にもう目が弱くなってるので、少し色が入ってるんですけど、これは、人と話をするときの距離、もしくはパソコンを見るときの距離に合わせた、老眼が入って乱視矯正がしてやる。この度と同じものを一本、で、それから中間距離ね。中間距離を、まあ、こう、パソコン距離、本を読む距離、本こんなことして読みたくないから、やっぱり楽な体勢ね。これぐらいで読める距離。全部ね、度が別々でないといけないの。パソコン距離、中間距離、あと、この作業距離ね。ということで、僕は、これを、今3つ、全部レンズを、メガネの2-1で入れ替えて、3種類の度を入れ替えて、で、すぐわかるように、このフレームの色が違うのを3種類、ね、使い分けて、やってます。本当にこれ、こんなに便利なメガネあったのかってぐらい、過去最高です。静岡の尺メバリストさん、ゆうべはメバルのアフター調査に行ってきて、31から33釣れましたが、すごいじゃないですか。でかいやつは硬いワームにジグヘッドのバーブで止まり貫通させられずバラしてしまいました。針先がなめていました。やはりバーブレスにしておくべきでした。これはね、静岡の釈明バリストさん、やっぱりね、経験しないと分かんないんですよ。経験して痛い目して初めて、何が必要なのかがね、理解できるようになるんですよ。僕たちは、でかいメバル釣りたくて、磯へ通っていた頃にもう散々、でかけりゃでかいほどそうやって逃がしちゃうんです。貫通せずに。で、何が悪いのかって、一番最初に気がついたのが、バーブがあるから貫通しないっていうことに気がついた。ね、これは今見てる方で、それが体感で理解できてない人はね、やってみて、こういうテストを。いいかな？これね、これ自分でやらないとわかんないよ。これバーブついてるからね。バーブを取るときの音がするからね。パッツンって。ほら、プチって言ったでしょ。あんな抵抗かかるんだよ。ここまで針先はスッと刺さってんのに、バーブを抜ける瞬間、ここから力がいるんだよ。これね、
すごい動かない、近距離で持ってるから力加えやすいけど、これを曲がる竿を伸びる糸でやるときにはかなり大きなフッキングしないと、この状態にならない。これがバーブレスにするとどうなるかっつったら、音もなくスッと入る。音もなく入ってくる。やってみてよ。これを実感したら物と変わってくるし、静岡の釈明バリストさん、今、多分ね、まだ会うと思うんだけど、フィッシュインでね、俺見つけちゃったんだよね、ジャズさんに遊び行った時に。まあ、フィッシュで売ってると思うんだけど。はい。これ。シャクヘッドテラックス、バーブレス履くと、なんとシャクヘッドにバーブレスがあった。いつもわざわざバーブ潰して使っていたのに。ねえ。まあ、シャクヘッド D はね、2番フック、4番フックなんだけど、バーブがなければ、この奥まで刺さっちゃうんで、奥まで刺さっちゃうとね、少々の魚じゃね、伸びないんだよ、針って。あれ、バーブで止まってるから針先がの伸びてバランスだからね。貫通してないでしょ？ここで止まるでしょ？肉が。バーブがあるとこで。だから、ここの懐が伸びちゃうんだよ。でも、バーブがない、こういうバーブレスは、肉がここまで入るわけ。ここまで入っちゃった肉を、ねえ、1キロや1.5キロぐらいの魚がぐんぐん引っ張ったぐらいじゃ、シャクヘッドの、に使われてるフックの軸の、2番フック、4番フックぐらいの軸はね、そんな伸びるもんじゃない。貫通してないから伸びるんだと思って、貫通しない理由は、バーブがあるからだからね、ほとんどのケースが。自分でバーブ付きのジグヘッドを段ボールに刺して、ロッドでね、これで、どれぐらいフッキングしたらバーブはバトン入るかね、自分でやってみてごらん。で、バーブレスフックでどれぐらいで貫通するか、段ボールを。これをやるとよくわかる。僕らそういうのやるからね。お客さんに説明する立場。ものをね、作る立場なんで。はい、U26 さん。身辺について質問です。SPM75 にはまり、シーバス用の身辺をいろいろと試しております。基本はバチ用で揃えてます。ベビーシンキングはあんまり超過薬ない。ヘビーシンキングね。良くないです。ヘビーシンキング系でおすすめありますか？ポイントはサーフや、こいつです。ヘビーシンキングを使ってあまり釣果が良くないっていうのは、シーバスが浮いてるポイントでやってるからよ、いつも。もしくはシーバスが浮いてるタイミングでしか釣りをしてないんですよ。例えば僕なんかの経験で言うと、ヘビーシンキングプラグで釣れないどころの騒ぎじゃなくて、僕なんかボートシーバスよくやるからね、ボートに乗って、例えば山口県岩国市とか大竹市の工場地帯があるね。そこにタンカーが停泊してて、タンカーがアンカー売って、で、一晩中そこから明かりが落ちてるから、それに餌が寄るから、タンカーのどてっぱらの、明かりが落ちて、影が2メーターぐらいシェードがあって、その外がブワー明るくてっていうところへボートで行ってキャスティングして釣るわけ。で、もうそういう時にはヘビーシンキングじゃ釣れないんだよね。もうトップウォーターが一番釣れるとか、サーフェイスプラグが一番釣れるとか、そういうレベルです。ところが、餌がその照明に全く寄ってない時とか、餌が逃げてザーッと沈んだ時にどうなるかって。タンカーが停泊するような場所なので、水深がね、20メーター、30メーターあるわけですよ。で、あれ、今日は全然水面についてないぞって時、何をするかって言ったら、15グラムとか25グラムあるような、
シンキングのバイブレーション。ね、バイブレーションプラグ。重いやつ、軽いやつ、いろいろありますよ。それを入れたり、あるいはメタルジグ入れたり。で、メタルジグは、どちらかというと、巻いて、こう、シーバスが食いやすい泳ぎにはあんまりなってないね。うちのナッツジグなんかは、巻いて、シーバスが食ってくる。いわゆるウォブンロールというアクションなんだけど、普通メタルジグってのは、こう、割とリアクションの釣りなので、あんまりシーバスに向いてないから、シーバスジギングの時は、こう、巻いてきて、クラッチ切って落とす瞬間に、メタルジグがこういう風になると食うから。シーバスジギングやった人はわかる。巻きで食わないよね。落とすときに食う。で、何かっつったらシーバスはやっぱりこう、バチでも小魚でもいいから、こういう風にして逃げていくものに対して反応が強い魚だから、メタルジグで釣りにくい。で、沈んだシーバスが何食ってるかって言ったら、やっぱりね、8割9割小魚食ってるわけです。だから、樹脂バイブの重いやつとかを入れて、30メーターぐらい落とし込んで、そこから、ドラーってリトリーブすると、ドーンと当たってくるわけよ。で、それはボートからのゲームのことで、ショーレンホンさんって言われるかもしれないけど、シーバスがボトムにつく要素があれば、ボートもおかっぱりも、差はないの。魚が、そこ餌食ってるか、上餌食ってるか、この二択なんで、基本が。まあ、真ん中っつうの、稀にあるけど、基本はメバルやシーバスは、水面の1、2メーターか、ボトムの1、2メーターで餌食ってると思って、この真ん中ゾーンっていうのは、よほど何かの餌がまとまって流れない限り、あんまりそこには、釣れるポジションじゃないの。だから、あなたがシンキングペンシルで、あまり結果が出ないっていうのは、シーバスがボトムにいる状態、深いゾーンにいる状態で釣りをしてないってことです。はい。で、シンキングペンシル、シンキングプラグはたくさんあります、世の中に。リップレスミノーでもいいですし、ね。ヘビーシンキングミノー、リップのついたミノーでも構いません。それは、そういうの何種類か持ってないと攻略できません。サーフや小磯だったら、僕は普通に SPM75 でやってますけどね。サーフや小磯。基本 SPM75 をボトムまで落とし込んで、パンパンパンとリーピングしてテンションフォール。その時大体食ってくる。もしくは、ボトムからゆっくり巻いてたらゴーンとくる。で、サーフ、小磯だったら、シンキング系でというより、シンキングミノーがいいね。ミノー。バス用のミノーね、5センチ、6センチぐらいのやつをよく使ってましたね。特にね、小磯は大きなベイトがあまりいないので、6センチ前後ぐらいのミノーが、シーバスは一番反応がいいと思います。これが、オキテイ号とかになるとね、でっかいはマイワシを食ってたり、サッパを食ってたりね、しますので、20センチとか25センチとかのビッグベイトが流行ってるのは、そういうタイミングで、よく釣れるからなんですけど、小磯なんかは、比較的やっぱり7センチ、8センチぐらいまでのミノープラグ。僕らはライトゲーマーですから、5.5とか6センチをね、シーバス狙うときにはよく使ってました。シンキングミノのリップのあるやつと、シンキングペンシルみたいなリップのないやつと、両方必要ですからね。その中の一つが SPM の75だと思ってください。で、SPM には90という銘柄があって、これはめちゃくちゃシーバスがよく釣れるんです。東京湾でシーバスやってる人に相当使用率高いですね。地方の人はまだ知らないんですよ。SPM の90がね、すごいシーバス向きだっていうのね、ご存じないんですね。褒められたらすぐ見せちゃうというね、この軽さが僕です。これね、これは、昼でも夜でも使えるような濃さにしてあります。で、昼用のドライビング専用はもっと濃いの。これ同じフレームで、
オレンジの少し濃いやつにブルーミラーをかけたやつが釣り用。で、ドライビング用は、オレンジじゃなくて、ブラウンで、これより少し色の濃いのを、ドライビングに。で、ドライビングの場合はね、なんで釣り用よりもカラーレンズが、カラーが薄いかというと、トンネル入った時困るから。明るいとこ走ってて、日光があって、ね、ライティングは十分で。だから、それで僕は目が弱いからサングラスかけるわけですけど、その濃さのままでパッとトンネル入った時に、うわっと見えなくなる時がある。だからそういう意味でタレックスレンズってその明るさと色で、自分がそういう状態にパッと陥っても、よく見えるような、そういう意味では、やっぱタレックスさんっていうのはね、頭一つ他メーカーさんより抜けてます。偏光度だけで言うと、無理にタレックスさんでなくても、スワンズさんであるとかね、いろんなメーカーさんがありますし、コダックさんとかも、偏光レンズ作ってますし、オークリーもね、最初から偏光入ったりしてます。そこだけで比較すると、無理に高いタレックスレンズ買わなくてもって思っちゃうんですけど、さっき僕が言ったような、本当のベストを出そう、総合力をって考えると、やっぱタレックスっていうのはね、たくさんゴルファーであるとか、野球選手であるとか、僕ら釣り人が、参加して、いろんな要望を、この24、5年間、ね、させていただいたメーカーさんなんで、僕もそのうちの一人です。あと、元カープのピッチャーだった黒田選手なんかも、ずっと、アドバイスをね、なさってましたしね。ユータンさん、自分もバーブで抱えきれない経験しか、バーブレスにして正直目張りで使うプラグは全部バーブレスで売ってほしいくらいです。売れないんだよ。売れないんだよ。ごく一部の人なんで。理解できてないと。まだ全部っていうわけいかない。バーブレスにしたメーカーさんのが売れないから、ね、困っちゃうでしょ。平正雄さん、缶釣りやってて思いますが、バーブレスでも缶抜きにかかったら特にですが、なかなかバレません。ロットのバランスによりますが、ね。まずは、ロットが反発が強すぎずに、ある程度しなやかに魚の暴れ方に追従していくような、インクスの竿で言えば、スピニングだと、B テスラ、ベイトロットで言うと、レングスもあって、曲がりしろの大きいサビオ。この二つが、バーブレスフックを使ってトラウトを釣って最もバレにくい竿ですね。あとは慣れ。テクニック。変なテンションの抜き方をしない。慣れちゃったらなんてことはないですね。ユータウンさん、磯では長かり多発するからバーブレスの方が外しやすいし、でかいの来た時に確実に復権が決めに行くのに安心して使えます。おっしゃる通り。まあ、これもね、経験です。いくら言葉で言おうが、YouTube で見せようが、分かってもらえません。なかなか。ポンド S さん、仕事の関係でサンデーアングラーなので、潮回りや天候を選べません。まあ、一緒よ、僕たちだって。だって、ロケの日に天候とか潮回りとか選べないもん。雑誌社とかカメラマンの都合で空いてる日に来てくれて、その日に無理やり釣ってんだよ、いつも。一応リクエストすんのよ。新月回りで、大潮から下りの中潮の2日目にロケやらせてくれって。めったにハンマーにない。10回に1回、あるかないか。で、10回に1回会った日に台風来た、大雨だ。20回に1回ぐらいしか、いい潮回りでやれてないからね。それは一緒です。もうその状、いける状況下だ。潮回りがどうなのとかね、気圧がどうとかの時に、釣れるタイミングがあって、気圧のことを調べてやりたいんですよ、レオンさんって言うから、その気圧の時に君釣り行けるんかって話で、もう無駄骨じゃねって言ったことある。そんなことより、った時の状態が自分の前に置かれた土俵なんだから、それに対してどう攻略していくかということを磨いた方が先々繋がっていくよというね、お答えです。SPM90 探してるんですが、なかなか見つかりません。多分廃盤かと。これはね、半分正しい。
ごく一部の人だけがシーバスキラーだと認識してるから。で、やっぱりシーバス専門メーカーさんが作ったプラグにみんなわーって群がって飛びついて、SPM 使ってた人ですら、なんかそういう新しいものに飛びついちゃって、本当の実力がどうなのかという、その個々の判断をきちんとできて、どのメーカーだから何だからじゃなくて、自分が何をどう使うのかっていうことをね、ちゃんと理解して、使える方が少ないんです、残念ながら。だから、こういう SPM90 なんていうね、素晴らしいルアーが、いろんなお店で仕入れられることもなく、ごく一部の分かってるお店さんだけで、仕入れてるというようなことになっちゃうんですよ。これね、U26 さん分かりました。もう早速、明日にでもバスデーさんに電話をして、フィッシュインで、90をね、たくさんじゃないんですけど、取り扱うことにします。ニュージーランドでショガーマダイさん。はい、こんにちは。昨年は77コンビで、マダイ303匹でした。データ取っておられるんですね。すごいな。300匹ってすごいね。もうマダイ天国なんだね、ニュージーのその、いつも行かれる場所が。すごい。いいサウナなので、もう手放せません。もうすぐスペアも到着です。2本目買われたんですか。すごいな。ありがとうございます。将来タングステンのナッツジグの発売あるでしょうか。ちょっと真面目になってお答えしましょうか。タングステンの比重と、ナットジグの形状と、あの形状だから起きるアクションを考えてください。泳がせるジグでタングステンってほとんどないんですよ。なぜなら、比重が高いから、大きさの割に比重が高いから泳ぎが悪くなるんですよ。極端に動かなくなるんです。だから、タングステンを使ってるルアーっていうのは、まあ、例えばタイラバの玉がでかいと、あれ丸ごと噛みついてきたりするからね、マダイは。フッキングしにくいから、漁師さんなんかもよく言うんだけど、玉がちっちゃくてちっちゃいほど、クリテ、あの、タイラバの元祖ってのはクリテっつってさ、おぶり玉っていう、こう、鉛の玉に針がこう、タイバルが2本ついたやつに、ゴムの短冊とかつけて、手でこう、ずーっと一定のスピードでくって釣るのをね、クリテって、クリテ。これは瀬戸内釣法です。で、タイが当たってもすぐには乗らないから、ぐーっとしっかり重みが乗るまで巻き続けてよしっていうのが、これタイラバの元祖なんだけど、深いとこ、潮流速くなるとどうしたって溺れ玉を大きくする。そうすると、フッキング悪くて溺れ玉に、タイの歯型だけがつくっていうのはもう漁師は当たり前に知ってて、できるだけ玉をちっちゃい状態で釣れるように、この食わせのところの玉はちっちゃくして、それだと潮流で持ってかれるんで、こっちの糸の方にね、ビシっつって、噛みつぶしのちっちゃい重りをね、等間隔でずーっと打っていくの。で、糸自体を重くして、おぶり玉はちっちゃいので、やる。ね。ビシマというリグと、おぶり玉のハイブリッドのような戦略でやってる漁師さんもいらっしゃるんですけどね。こう、ビシマ糸をきれいに流れの中に沈めて、自分が釣りたいレンジをきっちりするっていうのはね、ものすっごい技術がいるんですよ。僕なんかビシマや、で、まだやるけど、わかんないの。いつ着底したかが。で、いつ着底したかわかんなくて、ずっと糸を送ってるから、もう、玉はそこについてんのに、糸だけがこう、潮流流されてこんなことになっちゃうから、すぐ根掛かりしちゃう。名人は、着底したら、このビシッと、玉が、着底した瞬間がわかるから、そこからクリテやる。ということで、まあ、例えば、タイラバーの玉もそうですし、ジグヘッドもそうですし、最近だったらそうだな、サワラなんかをするときの、ブレードジグ。ね、ブレードジグ泳がなくていいんだよ、本体が。だからタングステン使うっていうことが多いので、ナットジグのようなコンセプトで、まるでミノーのように泳ぎますよというスイミングアクションを出してるものをタングステンにするメリットっていうのは、
とてつもなくね、ニュージーランドマダイさん、薄いんですよ。逆に、鉛じゃなくて、樹脂で作って、もっと軽いのを、キャスト&スイミングで作ろうかと思ってるぐらい、逆発想。こっちじゃなくて。で、深いとこで釣るときはもう100グラムとかをね、今、テストしてます。だから、なんだろうな。ナットジグの今の形状のままでタングステン使うことはまずないですね。全く違うギミック、違うアクション、違うメソッドで吊るメタルジグを作ったら、それはタングステンにする意味は出てくるので、将来的にそういうこともなくはないですよ。はい。ということでね、最後のご質問にチャットにお答えして、今日はお願いします。長塚さん、私はむしろ比重の軽いナッツが欲しいです。あ、さっき言った通り。樹脂ナッツ。作ります。樹脂ナッツの前に、ナッツとほぼそのギミック、アクションギミックは近いもんだけど、ちっちゃいね、エビの形をした、樹脂ルアーが、もうほとんど完成して、フック位置とかね、フックをつける角度とかね、長さだけでちょっと時間が2年ぐらいかかっちゃったんだけど、しっかりメバルやアジもね、フッキングできるポジションが見つかったので、これ量産するつもりでおります。まずそこから。で、その延長線上で今のナッツジグのフォルムを活かして、少しずつ削ったりして、こう手を入れながら、樹脂ナッツ。ね、なんかこれは、トレブルフックが、使えるように、フックのね、アイの位置とかもいろいろ変えたりね。これはまあ、すぐにでき、1年やそこらじゃできません。まあ、2、3年先の話だと思ってください。可能性はあります。はい、ということでね、今日も突然でしたけどね、皆さんありがとうございました。EX さん、U26 さん、スパチャありがとうございます。助かります。ということで、またねー。